おはようございます。いつも応援ありがとうございます。この間から続けてる、磨きとガラスコーティングの5日目です。今日は、最終の仕上げかな、一応。まあ、ちょっと残りそうなところはまた持ち帰ってやられるみたいなんですけども、その最終仕上げの、細かいところね、多分このまま映像でそのボルト穴であったり、ボルトの、 そのネジのこの間であったり、ショックの間であったり、そんな細かいところまで全部こう綺麗に一応手を入れてる、まだ見えてないところまで手を入れてる、掃除をまずきっちりしてるっていうところを映してもらいます。でもちろんタンクであったり、タンクのパネルを外したところであったりをちょっと何分割かして、ご紹介できるようにしますので、です。で、一応今日ともしかできなかったら持ち帰ってやりはるって言ってたんで、パーツ一部をね。でそれ、まあ、前のガラスコーティングがちょっとこう固着して残っているところがあるので、そこをきれいに出来上がったら組み上げて、で組み上げて出来上がったらまた別の日に外に出して、この動画でちゃんと紹介するようにしますんで、一連の流れでもね、さ、後でも言うかもしれないですけど、1台のバイクをね、掃除してガラスコーティングしましょうっていうお仕事で、2人で、まあ、よくやってくれてると思いますよ、本当に。だからこそ、その大量に僕とかもできません。本当にバイクが好きで、この場合自分のバイクをきれいに保管しようって、長持ちさせようって、大切にしようっていう方で、きれいにしてほしいっていう方であれば、持って、ご予約をください。僕らも2ヶ月に、1台だから年間6台ぐらいしかできないかもしれない。多分そうです、6台できないと思う。もうだから、あ、まあ今師匠が現役でやられてる間だけしかこの作業はできないと思うので、まあ見てくださいということです。で、こういうフロントのカバーとかも全部外して磨きをかけて、これもあれやね、やっぱしこれでも、これね、ここね、極端に言えばそのカバーこういう風に置いてて、多分ダイヤモンドをそれ上からかけてるから、ここら辺の分って全部そうなんですよ。これはもう多分ヘッド目のまま圧着かかってるから、残ると思う。これはね、多分いけるとは思いますわ。ここ平面で熱かけて磨きやすいから、全然そのああいう風なその拾う、多分こっち側はある程度処理されてると思う、だからこっから悪いのを拾うっていうことはない、でもあっちは悪いのをこう拾う、そうそう、ボンドのな、例えばブチュッと出たやつがいつまでもやらこいでいうような感じあるやんか、ああいう風に残ってね、分厚いから、そう、分かる、大体やのだからああいうやつが今度熱かけたらまた溶け出して回り込むんだけど、これに関しては多分ここだけの問題やから、スープさん、これをきれいにしてしたら、また行ける前に取らせてください。また見てもらって、はい、最後してないからまだ分かれへんけどね、やった時点で、はい、お願いします。はい、こんな感じで進めてもらいます。でさっきのところがこんな感じで綺麗になってます。ずーっとこんな形で綺麗に仕上げていってくれてます。これで5日目です。普通ね、バイクの磨きとガラスコーティングをしてっていう形で、これね、こんなところまでね、分かりますかね、これボルトの穴までね、全部ね
綺麗に詰まるように綺麗に作るんですよ。これを多分普通他ではやってくれないと思うんです。いやいや普通やらないよね、ぶっちゃけね。でも僕とこのバイクに近かったらこういうなんか見てわかる。その僕とこが、師匠にお願いするときにあるかな、一応どこまでのことができますかって言われたときに、表面的な一般的なことをまあ、TBOSS は望んでるんですか、それとも、自分ができる範疇の目いっぱいのことをした方がいいんですかっていうことを言われた覚えがあるんですね。でそれで、僕らが目指すところは、他ではできないことをお客様に提供したいんで、一遍できるだけのことはやってほしい。でそれについてもちろんほら値段も上がっちゃったりするでしょ。だからそこはお客さんに相談して、別に僕とこじゃなかった他でできることは他でねしていただいていい、まあ、どこでもやられることやからいいんじゃないですか。ただ僕とこで、師匠の手がこうやって入るところでやってほしいっていうお客様を僕とこはさせていただきますっていう形で、師匠ができることをめっとやってくださいっていうことを伝えた結果、毎回一台をこうやって作業するときにここまで来ていただいてっていうのが、このバイク自身を師匠の工場まで持って行ってするとこうやってバラバラにすることもできないんで、本当にこんなとこね、これ中古車両ですかね、もうずっと走ってるバイクですかね。で、なんていうんですかね、バラバラにしながらこうやって綺麗にするっていう作業をしてもらうようにしてます。だからこう何台もできるわけじゃなくて、2ヶ月に1台ぐらいしかできないですかね。もともとね、車の方が専門のお仕事をされてるんで、前もって何ヶ月も前から予定を組んで、1台とやばいやってます。だから変な話、仕事ぶっちゃけ仕事にならんよね僕らもこの1台を磨いていただくためにこれだけスペースを空けなきゃいけないからね。でもまあオーナーさんは喜んでくれるからそれでいいでしょう。この部分は多分なんやろ、ビジネスっていうよりもプライドかな、そんな感じじゃないですかね、まあ、遠い話をしてるかもしれないけど、いいと思います。一応今今日で5日目、こんな形にしていただいてます。まあ、ちょうどね休憩行ってくれてはるんで、また後半、やってくれると思います。でこの間昨日かな、ビデオで言ってた、まあ、これもほらめちゃくちゃ器用なんですよ。でこれこっち側はいけてるけども、こっち側だけその残りのガラスコーティングの前のガラスコーティングの残りが取れにくいんで、これは持って帰ってやるって言ってました。だから5日6日実質は6日か7日かかって1週間かけて1台を仕上げるっていう形をしてくれてますね。ありがたい。でも綺麗よね、わかります、これめちゃくちゃ綺麗よね。まだこれでこれから最終仕上げでこれにガラスコーティングが入っていくんで、ガラスコーティングもこれ塗りです。手塗りでやりはりますね、均等に綺麗に。でそれを綺麗に磨き上げてきはりますね。これ実際ね、過去に僕そこでやった仕上げにやってもらった分は何年かな、車検の単位に来てもね、2回の車検か4年経ってもね、まあ、それはダメなんですよ、本当は違うって言ってたんですけど、でもむちゃくちゃ綺麗ですね。だから僕らも後で掃除しやすいって言っても、これ中、こんな中もね、こんなん別に普通みんなしないでしょ、しないとこしなくてもいいんじゃないかって言ったそうだね。
人のちょっと、あともまあこれがプライドなんだったらそうなんでしょうね。で、もう後でもうちょっと続きます。一旦ここで止めますね。でも綺麗だ。で、5日目もこうやって頑張ってくれてます。これこの間からずっと撮ってるやん、はい、これを全部ただダラダラとつなげて、はい、毎日1本ずつにしてると。さ、この間お父さんがずっと喋ってたやん、24分もあった長いですね。24分間の動画になってしまったよ、お父さん。お父さん、この間の、切実に喋ってたのが、なんか24分の YouTube 動画になってしまった。24分まあ、いや、僕も合わせてよ。僕も合わせて。1日で。多分、この間からの分を合わせて、今回の今日の5日間分で、1時間ぐらいの師匠の特集番組になってね。一応最近本当にみんな協力してくれてるから、今まで5800人ぐらい協力してくれてる。本当本当本当にありがたい。これも登録しとくわ。え、まだ登録してなかったの？マジで？何やってんの？だって、あの、スマホに変えたのこの前やん。マジで。ようやくスマホに変えたの？スピードがこうやって磨いてくれてます。ただだらだらしか撮ってないんやけど、ちゃんとみんな見てくれてるんや。ありがたい。他のお店さんすごいこう編集して綺麗にしたんやけど、それをちゃんとしてあげなあかんねんけど、今の僕にはまだそこまでする能力がない。みんなすごいと思うわ。もうすいません、ありがとうございます。本当にね、皆さんね、ありがとうございます。もうそれだけ。ヘッドライト磨いてくれたの？マジで？ほんまや。ヘッドライトも磨いてくれてます。ピカピカやん。でもこれこんだけやったら価値あるね。うん、こんな感じで。僕ちょっと出かけなきゃいけないんで、その夕方ちゃんと戻ってこれるかどうかが。でもピカピカやね。あの木曜日あれ、人の段取りついたから最終的にまだ普通の船から処理するから、もうだから子供までは元気になるけど、あのパパあれだしね。さっきの戻りが全部これピカピカやと。他のはもうこの料理ただ、まあ最終的に料理もう全然変わってくれていいから。これ裏になるやろなっていうとこだけはちょっと表側は処理できるけど、もしかして、もしかして仕上げ6日ですか？師匠6日ですか？ありがとうございます。あれが目処ついてないからって、ちょっと不安やね。あれがどうなっていく、どうなるかなと思って。6日、これ毎日1日ずつ YouTube に今載せてる。結局6日間電車でみんな見なあかんようになったね。
いや、なんでもない。みんな飽きないで見てね。みたいな感じ。YouTube 見られたら、やっと開いたら見れるよ。うん、いや、やめといた方がいいっすよ。このやめて、や、見て。こんな感じです。ごめんな、なんか科目に仕事してる最中に。お願いします。はい、そう思います。これで、5日目が、終わる予定です。ちょっと私も出なくちゃいけなくなってしまったので、5日目は途中でいなくなります。で、今日聞くところを見ると6日目があるみたいなので、6日目ごめんなさいね、毎日この掃除とコーティングのこんな時間の動画しかちょっと出せないですが、一連の流れを本当にこういう風な時間帯でやってるっていうのを、説明するにはいいと思うし、あとあの子のバイクがのオーナー様にもこんだけちゃんとやってるんですよっていうことをお見せすることができると思うので、このダラダラした動画になっちゃってますが、お届けしますみたいな感じで、です、また、6日目もで最後の仕上げですね、できたら載せます。あ、そうそう、でも本当に細かいところをあんな状態で時間をかけて綺麗に磨き上げるって本当に、乗り物っていうか、あの仕事に対する熱意であったり、思いであったり、磨くということを、掃除するということに対してやはり尊敬できるな、師匠だなって思ってます。そんな感じです。はい、そしたらまた明日。お疲れ様です。